コナミー。コナミー。オープニング投げー。皆さんこんにちは。ゆっくり実況のぬるぬるです。今回は、女の人たちが、プロレス？多分プロレスだと思いますが、そのプロレスをするゲーム、ランブルローズを実況します。このゲームは、声優さんが豪華です。一応言いますが、キプレイです。このゲームは、エキシビジョンとストーリーモードがあります。よくあるプロレスゲームとあまり変わりませんね。そういえば、スターヤで100円の 20% 引きで、プロレスゲームが売ってました。つまり、80円です。で、説明に戻りますが、下から2番目のギャラリーでは、賢者タイムが待ってます。ですが、まずはキャラクター説明です。この主人公格の女は、日の本玲子さんです。結構タイプです。
このゲームは、デンと悪がいます。このキャラの隣の人もレイコさんです。同一人物です。この格好の元ネタは暴走族です。この子は、相原誠ちゃんです。もちろんこの子は柔道家です。ちなみに声優さんは堀江由衣さんです。この子の悪がこの人です。これが善ですが、最初に使えるのは悪の方です。ちなみにこのキャラの元ネタはキューティーハニーです。こちらが悪ですが、こっちがローズさんのメインストーリーです。善と悪でメインとサブが変わります。ヤシャさんです。格好がいかにも知女ですね。こっちはサブのストーリーです。紅影さんです。こちらがメインストーリーの忍者です。アイグルちゃんです。マコトちゃんのライバルです。こっちがメインです。誰だよあんた、と言いたくなりますが、アイグルちゃんです。主人公格の歴史、クレメッツさんです。保安官です。こっちがメインです。この人は、歴史、クレメッツさんの悪です。悪徳警察官です。ベッキーちゃんです。嫁です。ちなみに声優さんは、お礼物サオリバジーナさんと同じです。キャンディーケインちゃんです。こっちがメインです。ちなみに不良女です。先生です。キャンディーケインちゃんの先生です。こっちがメインです。SM 先生です。さっきのから見ると誰だよ、ってなるよね。アナスタシアさんです。こっちがメインで、善なんですが、ストーリーを見ると、悪にしか感じません。医者です。アナスタシアさんの悪です。闇医者です。アイシャさんです。こっちがメインです。元歌手です。いや、元ではなく歌手です。こっちが悪のアイシャさんです。あまり変わりません。これで、キャラクター説明は、終わりです。とりあえず、軽くプレイします。使用キャラは、レイコさんです。天国の母さん。母さんがマットに散ったこの国で、今日私もデビューします。先に修行に来ていた姉さんからはランブルローズに出場するって知らせをもらってからもう長いこと連絡がないけど、でもこの大会に出場すれば姉さんの行方も何かわかるかもしれません。母さん、私きっと優勝して母さんが誇りに思ってくれるような最強のレスラーになってみせます。だから天国から見守っていて、姉さん、次回から入場シーンをカットします。今回入場シーンを邪魔しないため喋らなかったつもりでした。なんか物足りなかったらごめんなさい。次回から喋ります。ゲームスタート。この戦いの実況はマリサがやるよ。いきなりドロップキック決まった。相手はキャンディーケインちゃんです。このゲームは返し技があります。相手の攻撃をかわすことが可能です。今から、賢者タイムの序章の始まりです。上にあるゲージが必殺技ゲージです。3段階まで貯めれます。場外の端には武器があります。チートです。
今出てきたハートのゲージをマックスにすると賢者タイムになります。さらに必殺技ゲージがあると、まあそれはやってからのお楽しみ。今回は賢者タイム優先のため卑怯な戦い方ですね。すいません、このまま行くとハートマックスに必殺技ゲージマックスです。ふふ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 ふ。認めるキャンディーケインさん、ハーハーくんかくんか。ということで、今から賢者タイムが始まります。この野郎、ロメロドラゴンシーさん、目と目が合う瞬間好きだと気づいた。あなたは今どんな気持ちで、勝ちました。無理攻撃をするには四角ボタンです。連打すると連続攻撃ができます。ちなみに、上や下、右や左を押して四角を押したりすると強攻撃ができます。次に、この縛りで勝つためにするボールの説明をします。相手が倒れてる状態で、近づくと上のマークが出ます。あとは、連打ー。いやん。次は、前回登場した H ムーブを含め、必殺技の説明です。キラームーブは通常時に、必殺技をやるとなります。リーサルムーブはある条件によって変わる、必殺技です。H ムーブは H ポイントが貯まると出ます。ひたすら攻撃すると必殺技ゲージが増えます。最大で5段階まで貯まります。次は、ガードと返し技です。これがないと私は、勝てません。R1 を押すとガードができます。それに対し相手の攻撃したボタンを、押すと相手の攻撃を、かわすことができます。友達と対戦すると返し技の、読み合いになります。リア充の方は彼氏、彼女さんとぜひ対戦してみてくださいね。操作説明は、これで終わりです。では、本編の始まりです。イーブルローズ!やっぱりすごい殺気。帰れ、レイコ。待って、どうして私のこと、まさか。この二人には何かしらのことがありそうですね。前回、プロレス大会で死人が出るとかどんな大会だよ、と、コメントがありましたが、それにはとっても深い話があります。その話は次の動画あたりでわかるでしょう。せっかく可愛い水に来てきたのに、あれ、あの、もしかして歌手のアイーシャさんですよね。大ファンです。だったら何、あのテキサス女が入れ込んでるから、どんな選手かと思えば。これじゃ神風ローズも浮かばれないわ。そんな、私精一杯やってる。天国の母さんが誇りに思ってくれるように取り消してよ。あんたもレスラーなら実力。この戦いは泥で戦う試合です。ただ単に泥がつくと裸に見えるように見えるだけの戦いです。泥試合にはならないよ。今ダジャレなんて考えてないよ。ということで、今回実況はコナミの有名な実況者を使うよ。こんばんは、ジョン・カビラです。ファン待望のエキシビションマッチ、レイト対本日は解説に私マリサがするよ。よろしくお願いします。
レイト。前評判では圧倒的有利とされているんですが、どうでしょう。プレイヤーで。ありがとうございます。さあ、で試合がスタートしました。受けて、さあここからどうするのか、どう動くか。キープして、これはクリアします。状態を使ってます。状態を使ってしのぎます。これを競り合う。ここから打ってくる。決まらない。持って上がる。左サイドから上がる。スペースを使う。ここからクロス。大きかったか。左に開きます。ここから打ってくる。決まらない。持って上がる。左サイドから上がる。スペースを使う。ここからクロス。大きかったか。左に。残念ながらここでジョン・カビラさんとはお別れです。ネタが尽きたからじゃないよ、カビラさんの過労死だよ。ここから泥試合になるので、カット。アイテムの登場です。アイテム縛りすると、虫は詰みます。連打ゲーでもあるこのゲームで、連打縛ってたらかなり時間かかっちゃうんですだぜ。とはいえ、今も連打してましたね。アイテムで攻撃すると、必殺技ゲージが上がります。ここから、必殺技の連続です。さて、ここで雑談でもしましょうか。前回バカかお前、おっぱいなどという褒め言葉をたくさんくださってありがとうございます。虫は嬉しさのあまり鼻水が止まりません。ちなみにこの動画の更新は毎月11日を目指します。あ、腹が痛い、ちょっとトイレ行ってきますね。ちょっと、ただいま、もしかして H ムーブやっちゃったの？こっちたらそれだけが楽しみで、あひー、なんか、自分でも何を、したいのかわからなくなったので、カット。したかったけど、ここで説明。相手から関節技を、かけられた時は、ひたすら方向キーを、ぐりぐり押します。が、手が寒くて難しい。なんで極寒に親がいるのかって？そや、ストーブつく前に録画をしてるからですー。また必殺技の連続なので雑談します。とりあえず主の年齢って何歳でしたっけ？で、そんなのいいよ、両親の閲覧縛りがあるのでおぱいとか言えない。だからそれもいいよ。そうだ、私の名前はぬるぬるですが、ぬるぬるって言いづらいですよね。ね、なんとか、書きましたね。ふぅ？喋ることがすぐにつきそうですね。ああ。稲本先輩、試合、感激しました。先輩って、あなた、確か柔道で金メダルの。はい、相原誠です。でも自分、レスリングはまだまだです。先輩、よろしくお願いします。ちょっと待って、そんな急に。よし、頑張る。ファイトー、頑張、まこと、頑張。よし、私も頑張る。頑張、レコ。そう、あなたがレイコ日の本。ここまで這い上がってくるとはさすがね。私は絶対負けない。天国の母さんが誇りに思ってくれるような最強のレスラーになるまで、約束だから。天国の母さんね。ワンダ、今あなたのそばで地獄を味わってるかもしれないね。あなたの姉さんと一緒に。ここでお知らせ。この動画は、実際のゲームとは異なりストーリーが、違う場合があります。今回、時間の関係上さっさとこいつを片付けながらカットします。アヒー、アヒー、ア
いやーやめてー。なんかこいつの技がかかるまで長いから編集困る。アヒー、アヒー、アヒー。アヒ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 。やめ、待って。アヒ、ほら立って。いやあ、ライングストレッチャー。いやあ、やめてー。指が、神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。ということで今回はこれで終わりです。本編なんてなかった。ではお疲れ様でした。さあって今回のレスラーはぬぬるるー、ガラ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 ボン。今回は日野本玲子さんを紹介します。ボン。日野本玲子さんの3サイズは上から86、66、85です。体重は52キロです。声優は日高のり子さんです。実はこの玲子さんは元レースクイーンということらしいです。それ以降の話はネタバレがあるので今後の動画を見てください。今から玲子さんのボイス技などの紹介をします。まずは今回大活躍した必殺技のキラームーブサンライズスープレックスから、次にリーサルムーブのエンジェルダイブ。ちなみに玲子さんのリーサルムーブはリングに登るとできます。他の人は後ろからや一定時間動けなくなった時などの時にできます。ラストは H ムーブで全キャラ跳ねます。キャンディケインちゃんのが見たかったらその位置を見てね。
ストは、レイコさんのボイス。負けるもんか！私、勝ちます！エンジェルダイブ！ロベロドラゴンスリーパー！うりゃー！いけー！ほら！許さない！勝て！飛べ！負けるもんか！これからよ！やだ！やめて！やめて！この野郎！やめて！もうやめてよ！ダメ！待って！いやー！やめてー！痛い！さて、ここで一句。なんてありません。今回はただのエロゲでしたね。実際はこんなゲームではありませんが、こういった感じで遊ぶと楽しいですね。いや、作ってる私が楽しいです。ではお疲れ様でした。無駄にオープニングに力を入れ、こんばんは、実況にジョンカビラです。さんを使い、対戦相手のアイシャさんをフルボッコにし、マコトちゃん登場。そしてアナスタシアさんと対戦するも、フルボッコにされるが、神からのお告げを受ける。その言葉は、はい、こんにちは、お久しぶりです。今回は本編メインで進めていきます。そして今回プロアクションリプレイが使われておりますが、キャラの格好が変わるだけです。こんなのになります。プロアクションリプレイの効果はこれではありません。探してみるのもいいのでは。ではでは本編どうぞ。とその前に操作説明から。今回で操作説明が大体終わります。今回の操作は結構使われるはずです。投げ技や関節技を結構使います。一ヶ月近くやらないといろいろ忘れます。前回は、物理で殴りではなく道具で殴り、必殺技で決めろでしたね。今回も同じです。ウェ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 。なるほど、わからん。グロッキー、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 グロッキー。何回も言えば忘れないよね。で、なんだっけ？ウロッキー？なるほど、わからん。この返し技は、R1 を押して、三角ボタン連打すれば返せます。今度こそ、本編へどうぞ。戦ってるので、カットしました。前回の伏線。え？そんなのあったっけ？覚えてます。ですが、予定が変わりました。すいません。この野郎！ロベロドラゴンスリーパー！キュー！ああ、離せ！ここまでテンプレ。
調子に乗るな、この小娘が。貴様、何の真似だ。逃げろ、レイコ、逃げて、早く。なるほど、レイコに会って記憶が戻り始めた。イーグルローズ、姉さん。なんとここで衝撃の事実。レイコ日の本、神風ローズの忘れがたみ。この日が来るのが待ち遠しかったわ。私もテキサスのレスラーに外れなしっていうもの。じゃああなたは大当たりを引いたってわけよ。強気なのはいいけど後悔しないことね。リングで後悔したことなんて一度もない。どんな強い相手と戦ったって。 OK、 それでこそ神風ローズの娘よ。行くわよ。はい、いつも通り実況はマリサがやるよ。このゲームを真面目で戦うと本気で時間がかかるので、アイテムを使います。アイテム最高。ここでスーパーコチョコチョタイム。アハハハハハハハ、アハハ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 ハ。ナイスファイト。やっぱり母親譲りね。強いわあなた。私いつか天国の母さんに自慢してもらえるような最強のレッサーになろうって姉さんと誓ったから。あなたならきっとなれる。でも最強の座はすぐ私が奪ってみせるけどね。うん、また戦おう。待ってる。デキシー・クレメッツ、私のレスラー人生をかけてライバルになりそうな人。マコトちゃん、腕がない、だと。ちなみにアルプロアクのコードを使用した結果です。これは副作用ですね。本当の効果は最後のおまけにあります。いや、ちょ、急展開すぎるだろ。はいはい、お決まりのカット。そういえば、前回こんなタグがついてました。バカの人、え？バカの人、え？と思って、びっくりしてしまってタグロックまでしてしまいました。もう、バカの人でいいや。どうも、皆さん私はバカの人です。ぬるぬると書いてバカの人と、呼びます。このマコトちゃんは、声は、可愛いのになんか見た目が残念ですね。声優さんは堀江さんなのに、残念ですね。H ムーブをして、勝つだけの簡単なお仕事。先輩。誠ちゃん、よかった、気がついて。私、急に、どうしようもなく先輩が。先輩！慣れ合いはおやめ。見苦しい。アナスタシア。レイコ、お前のおかげですっかりシナリオが変わっちまった。それじゃ、これはあなたが。この償いはしてもらうよ。一番残酷なやり方だね。待って、なぜここにいる。帰れと言ったはずだ。姉さん、あの時助けてくれたのは姉さんだからでしょ。危険するつもりがないならお前を倒す。姉さん、どうして。
こんなの嫌だよ。レイコを先に進ませるわけにはいかない。そんなことをさせるわけには。さて今回のレスラーは、ぬっぬぬるーガラ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 。今回はキャンディケインちゃんを紹介します。キャンディケインちゃんの3サイズは上から92、63、89です。声優はナバタメひとみさんです。しかしこの画像のキャンディケインちゃんは可愛くない。こっちの方が可愛い。次に技の紹介です。キラームーブのアストラシザースドライバー。とりあえずキャンディちゃんスカート履いて。次にリーサルムーブのハイスクールドライバー。エッチムーブのラフレシア。ラストは観察しながらボイスでお別れです。お疲れ様でした。ハイスクールドライバー、ラフレシア。外してやるよ。あざっぱじかかせてやる。もう、いやー、バカ。ちょっと、ダメ。いやー、やだ。今回は制作する時間が少なかったので、テイクオリティになりました。前回が頑張りすぎでしたね。お疲れ様でした。皆さんこんにちは。最近いいことありましたか？私は特にないですが、平和であることがいいことであることに気づきました。日本って平和ですね。ということで今回オープニングなどなどありません。そして、操作説明も前回で全部説明したので、ありません。では、本編です。スパイダーマン！うわぁ、なんか変態だよ。そして、こいつは著作権的に危ないやつじゃないか。実況は相手の顔でマリサがやるよ。相手はスパイダー。エフンゲフン。著作権的にやばいので、さっさと倒します。まずは、足を決めます。そして、決まります。よし、レイム、このスパイダーマ。あ、違う。妹交代時するためあれやるぞ。小さい頃あれ？なんだよあれって。いつも練習してたんだもん。特にウプヌシ。肌を合わせればわかるもん。あれって言ったら決まってるんだろ。茶番はいい加減におよし。いやー。いや。藤子日野本。せっかく強化してやったのに。で、何くらいの？実の妹に負けると、お前は、もう用済みだよ。レディー X のテストで。まんじゅう狩りの女記名丸さめだ。お前もまんじゅうだろ。ウェイン、もう帰る。もう、ゆっくり霊夢と、マリサなんて知らないもん。なんて思ったの？帰れ、とっとと帰れ。いや、やっかいだ。母さんが生きてるの？違う！母さんは死んだ！レディー X。あれは母さんなんかじゃない！レスラーは最強の盾と矛を持つ格闘家。そのレスラーをマテリアルに、軍事目的で開発された次世代兵器。それがレディー X。こいつはその操り人形に神風ローズの格闘遺伝子を移植したのよ。そう。そしてあなたの母さんはレディー X として生まれ変わった。じゃあやっぱり。騙されないでレイコ。レディー X を倒すのよ。私たちの手で神風ローズの、母さんの伝説を守るの。姉さん。さてどうする。肌を合わせてみればわかるかもよ。あいつらが実況しないので私がします。ちなみに今の会話はレイコとイーグルローズが姉妹であるということを肌を通してわかったということです。姉のイーグルローズや、ワルノマコトちゃんは、レディ X の実験台のために、ワルになった。
ということです。さらに、その、レディ X は、レイコの母親である、神風ローズの、力を持っているとのことです。そして、こいつがレディ X です。レディ X は、上のゲージが増えるスピードが速いのと、H ポイントが増えるのが遅いというチートキャラです。こいつが受ける H ムーブ期待した人は、ごめんなさいね。こいつの H ムーブを、出すのは、大変ですのでできませんでした。すいません。あら、あっという間に倒してしまいました。これからが第2形態です。こいつが、ラスボスです。こんなもののために、姉さんが、誠ちゃんが、もう迷わない。こいつは、こいつは母さんなんかじゃない。こんな奴に、母さん。ここで、レディ X 選手は、ピンホールを狙います。うお、眩し。なんだ。
を狙って決めた。だが、決まらない。ここで必殺技のサンライズ、スープレックスだ。決まるか？決まったX を撃破したものの、姉のイーブルローズは、また拉致られてしまいました。イーブルローズの行方は、どこなのか、謎のままである。ということでランブルローズの実況は、これにて完結です。もしかしたら、レイコではなく、別なキャラでプレイをする。つまり、2期ということもあるかもしれませんが、あるとしても今年は、やれません。そして、このシリーズでのたくさんの再生数、ありがとうございます。実際は、親に見つかってた目打ち切りにしようと、考えてましたが、どうしてもゆっくり実況を、作りたいという禁断の症状が出たため、たまたま録画していたこのゲームを、実況しました。その結果がこれだよ。それもまた、いいのかもしれませんね。ちなみにこのゲームは友達と、割り勘して半年友達の元にありましたが、その友達からゾンビ VS 救急車のゲームと、共に、このゲームを借りました。貸してくれた友達に感謝、圧倒的感謝。そういえば、このゲームの最初の印象は、オープニングが長い、ということですが、エンディングも同じぐらい長いです。4分エンディングあるのよ。そのためにこの残り時間よ。それといつものおまけ的なやつがあるけどね。1ヶ月、1個の投稿を、目指しましたが、このクオリティの低さ、ごめんなさいね。お前ばっかり出番多いぞ。私の出番奪うな。私だって出番奪われたんで、いいとこだけ取り上がって。そうだそうだ、というかレイコさんの声私の、使われてけど、私の出番決起だな。わぁ、盛りだくさんだ、楽しいな。しかし、うつ主はバカだったね。バカなだけじゃなくいろいろおかしいやつだったね。そうだね。で、次回作とかあるのかな？あるんじゃないかな？今年中には、できないとか言ってたけど、幼女とニートが世界を救うとか、またタイトルを、変にして作るらしいよ。幼女だと？そう、なんか、めちゃくちゃ面白い RPG ゲームだけど、マイナーすぎるとか、メモカーを全部使っちゃうとか、ポリゴンが残念だけど、ストーリーや音楽、戦闘システム、などなどが、すごくいいというマイナーなのが、残念なゲームらしいよ。そうなのか。そして、うつ主は、リプレイのゲームは、作りにくいからキプレイになるとか言ってたよ。ほう、でも、結局は、うつ主のセンスによって面白さが変わるよね。そりゃそうだろう。じゃあ、最後にうつ主自身がまとめの。
言葉を言うらしいから待ってようか。どうも、皆さんうぷ主です。と、その前にこちらのコーナーをどうぞ。さて今回のレスラーは、ぬ、ぬるぬるー。あれ?止まった、もう一度やってみるね。ほい。ほい。チャーハン。嘘だどんどこどん。これ見て困ったもん、君の、僕、女だらけのプロレスゲームは完結です。お疲れ様でした。